皆さんんごごきげんようでございます今回私はですね、えー、おすすめの作品を皆さんにもご紹介したいと思ってこの、えー、ラジオを撮ってるんですけども今回ですね、えー、皆さんディズニープラスにあのご加入されている方いらっしゃいますでしょうか私はですねこのディズニーのアニメ漫画が大好きでねでマーベルのヒーローなんかも非常に大好きで。 で、この月額のサービスに入ってるんですけれども、これはですね、月額の料金を払うだけで、えー、ディズニーの、えー、マーベル映画とか、スター・ウォーズとか、えー、ピクサー、まあ、トイ・ストーリーとかですね、そういったものが見放題で見れるという、そういったあの画期的なサービスなんですけど、まあ、ね、ネットフリックスとかございますよね。あれのディズニーバージョンと考えていただければいいですね。で、こちらの企画の中にですね、このディズニープラスに入らないと見られないという、 えー、そういいったたシリーズも、ね、たくさんございますのよでその一つがマーベル616というシリーズなんですね。でこれはですすねマーベルってたくさん企画ございますでしょでそういった企画とかキャラクターがですね、えー、どのように立ち上がっていったのかというそういったあのドキュメント作品になってるんですね。でこれの第6話にですねまあなんと素晴らしいでしょうか日本版のスパイダーマンが特集されたんですね。 でこれはですね、あの尺としても50分もございまして非常に長い間ね、えー、濃厚なドキュメント作品に仕上がってて非常にねあの感激いたしました。で私昨日ね拝見したんですけども、まあ、この「スパイダーマン」がどうして日本でそもそも作るあのきっかけになったのかそういったあのまずマーベル側のねあの関係者の方の証言を含めてそういった切り口から入っていくんですけども。で今回、 あの日本版特集ということで日本のねスパイダーマンの,あの主人公の山城拓也さんを演じられたあの東堂慎二さんもですねえ出演されますしまあ,あのヒロインの方とかスーツアクター監督デザイナーとねあのいろんな方が。 えー、この証言をしてくださるわけなんですね、えー、今までこのスパイダーマンってねあの非常にビッグネームであのアメリカコミックの中でもポピュラーなヒーローとしても非常に名を馳せてますけど日本版はねなかなかこの視聴のハードルも高い作品としても有名でしたよねあの以前何年か前ね DVD のボックスなんかもあの発売されましたけどあの時もね もう二度と手に入らないですってそういった触れ込みだった記憶があるんですけど非常にスパイダーマン自体は有名なんですけど日本版はこの気軽にに見られれる環境がだにまだま用意されてないんですねこれはね何とも残念に思うんですけど「まあ、あのスパイダーバースの2」にもこの東映版スパイダーマンが参戦されるということでね今非常にこの東映版が注目されるいいタイミングになってきましたですね。 で最近日本でもこの「スパイダーマンの」のあのグッズなんかもねたくさん出ていらっしゃいましたしこういったあのタイミングで特集が出るっていうのはこれはねあのいいあの状況になってますね。で今回この「幻のスパイダーマン」を取り上げるというこういったねあの特集なんていうのはこの生の証言で、えー、掘り下げるという機会今までなかったんじゃないですかねこれはね。 まあ今の若い方なんていうのはマットなんかでねあのネタキャラとしてこの「スパイダーマンを」をご存知の方が多いと思うんですけれども、まあ、あの当時のスタッフさんたちはこれをね本当に大真面目に真剣に作ってらっしゃったんだなということがね改めてうかがえるそういった特集になってましたですね。 あの見慣れたあいた映像の壁にこうへばりつくシーンとかね、えー、こう柱をよじ登ったりとかそういったあのシーンの裏側でどどれれれほののの苦労がが、うん、込めららていたのかっていたかうのがもうもに語られるわけなんですねでこれを見てね、まあ、やっぱりこのスパイダーマンをもう一回じっくりと拝見したいなと改めて思うんですけどもでもね残念ながらその環境がないんですよね。これはね もっまあ是非ともブルーレイとか配信で是非またね、えー、気軽に見られる環境が用意される時代になってくれればとは思うんですけどあと一息な気がしますね。であとこの「スパイダーマン」というとやっぱりあの巨大ロボットの「レオパルドン」とかそういった投影版はあの非常にオリジナリティが強い作品だったんですね。 まあ、敵に関ししてもそうですしあの基本的に日本のスタッフ任せで、えー、作っていたということが、えー、今回の証言でも明らかになるんですけれどもあとこの「スパイダーマン」が完成した際にですねその外国の,あ,のあちらの方々の反響なんかも今回その伺うことができるんですけれどもこれもね、まあ、非常にたくさんの苦労があったのがあの分かりますね。であと このの原作者の、ね、スタンリーさんがこちらの「スパイダーマン」を絶賛なさった話とかこれもねグッとくるものでございましたよ、まあ、あの非常にこのレアな「スパイダーマン」を取り上げてくださったことにも感謝なんですけども、えー、最後まで見終わるとですねちょっと泣けますね、えー、グッとくる感動できるそういった要素もこのドキュメントにはございまして、まあ、あの非常にいい、ね、ドキュメントシリーズになってますね。 ちょっと他の,あの話数もあのまだまだございますので他もね注目したいと思ってるんですけど皆さんにぜひこれ見ていただきたいですね。ママーーベルののの第6話の日本版スパイダーマンの回でございますでこのねレオパルドンとかそういった巨大ロボットなんかもこのオリジナルの要素として登場いたしましたけどもこの投影版は決してですね あの歴史の闇に葬られた作品ではございません、えー、今だね、えー、この現在のヒーロー番組に関しても非常に多大なるあの影響を与えている作品だということがね改めて実感できるそういった時代の考察なんかも、えー、語られておりましてそういったあの歴史がこう紐解かれていくというこういった内容はねとっても面白いですね。 えー、この「スパイダーマン」は意外とねユニークな部分も多くてですねこれはもう本当に何度も申し上げますが皆さんには是非見ていただきたいですねで今回は、えー、私三脇弘が皆さんにおすすめしたいこの「マーベル616スパイダーマン」の回をご紹介いたしました是非、えー、拝見してみてくださいねではまたお会いいたしましょう